ママナのはるちゃんです。今日は龍炎高校伝説を実況したいと思います。これは高校生たちが戦うアクションですね。妹を助けに行くんやね。これが龍一か。いきなり絡まれた。パンチ。キック。入った。おい。テイ。倒した。コキコンある。当たった。パンチが速くなった。そこ固まるの。ぐえ。えいえい。そう。技を変えるんやね。スマイルゼロ円。ハンバーガーを食べて強化。ポテトも食べよう。マシンガンキック。ゴミ箱や。くらえ。ほい。こいつ。ていてい。おりゃ。よーし。ボス出てきた。太郎か。攻撃してきた。話聞いてたのかこいつ。ゴミ箱攻撃。あ、マハパチや。これで終わりだ。倒した。やった。次はおとぎ高校か。赤ずきんちゃんみたいのいる。扇風客。とキックからのサマーソルト。消えた。サッカーボールや。シュート。この高校の帽子は何なんだ。あれお菓子の家かな。開いた。扇風客。よーし。たこ焼きや。ソース味。マヨネーズは別なんやね。金太郎や。くらえ。あと一人や。桃太郎来た。
回転してくる。どや。うわ、竹刀が強い。外した。撃破。そしてまた強化して。次は忍者か。竹槍を食らえ。ていてい。そして舞台は変わって橋の上や。よし。半蔵か。手裏剣投げてきた。危な。刺さった。強い。負けた。リベンジや。これを買おうっと。回復できる。バットを食らえ。膝蹴りだ。ヒロシがやられてる。タケシ、これは誰だ。敵討ちや。体当たりしてくる。踏み。勝った。はい、というわけでこれで実況を終わりたいと思います。じゃあ